それでは皆さんないと思ったでしょうか午後も実は妖怪天気をすることにしました、今日はですね昼のスタッフさんにお願いをして準備をしていただきまして昼のスタッフさんありがとうございますということでアフタヌーンでも妖怪天気が実現しました。今日は東北ラストとなります。今日はですね最後秋田県の妖怪さん連れてきました。妖怪さんいらっしゃいということで今日の秋田県の妖怪さんです。今日は三吉鬼を連れてきましたこちらは、三吉鬼という妖怪さんなんですが今手に持っているのがお酒です。この三吉鬼さんが明日も広く晴れるよと教えてくれました。そして明後日から雨だよと言っていますのでぜひ明日も晴れ間の有効活用をお願いします。さてそんな三吉鬼さんですが非常に人間味のある妖怪と言われていて妖怪だったりあとは神様として扱われることも多い存在なんですが、こうね、水木先生の原画展に行った時にあこれは絶対秋田の妖怪として紹介したいと思ってずっと温めてきましたこのねお酒がヒントなんですけれどもすごくお酒が好きと言われていてお酒屋さんでお酒を飲んでいることが多いこの三吉鬼さんなんですがお店の人がねお酒代を請求すると必ず災いにあると言われていてその代わりお酒をねどれだけ飲もうとそのままにしておくと後日こう富を与えてくれるということで不思議なそんな存在として言われています。結構こう人間の男性として描かれることも多いんですが私オリジナルで三吉鬼ということで鬼がつくのでちょっと鬼っぽくしてみましたねえ皆さんはねしっかりお酒を飲んだらお金を払っていただきたいんですがぜひこちら後払いというかねもうなんならねすごく倍にして富をくれるこの三吉鬼さんですので、こちらぜひ、この後も次は何県なのか楽しみにしていてください。あ親しみがある秋田だとこう生ハゲとかもしないのってよくありましたが、三吉鬼さんで皆さんダメですよ三吉鬼さんはね後からこう、倍で富を返してくれますので、なかなかね最初お金を払わないようなんですがぜひ皆さんもお酒はほどほどにお花見楽しんでください三吉鬼さん視聴者さんの中にもいらっしゃるようで、皆さんはねぜひ各地の妖怪について調べてみてください。ということでここまで妖怪天気お伝えしていったんですが、皆さん私は忘れてないですよエイプリルフールの妖怪の正解ですけれどもガタガタという妖怪がいるかどうか正解は×です。いないんですがその代わりにブルブルという妖怪がいますインターバル中にねさささっと書いてちょっとあれなんですがこれでブルブルって読む妖怪で結構昔の絵巻にももう存在するようでなんかね昔の人がこう全部紙とかギザギザに描いたの面白いなと思いながらこちらブルブルさんです。結構本当に皆さんがイメージする幽霊のようなイメージでこのブルブルさんがこう襟元あたりにいると恐怖を感じた方がブルブルとすると言われています。ラーメンじゃないラーメンじゃないです。はいということでエイプリルフールガタガタは×ですがブルブルさんはいますのでこちらね絵巻も調べると出てきますのでブルブルさん調べてみてください。ここまで妖怪とお天気をお伝えしていきました。